静着の山。大学生の時の話。彼女がいない学生寮の男4人で、休みの前の日などの深夜ドライブをしていた。ある夏休み前の暑い日、いつものようにあてもなく出発した。友人の車は中古車で、 エアコンの効きが悪かったので窓を開けていた。当てもないため普段は通らないような道を行く。山道に入り周りに人家もなくなったので迷惑にならないと考えてカーステレオのボリュームを上げた。峠に差し掛かりもう少しで峠越えをするというところで 突然、カーステレオの音声が途切れた。いくら中古車とはいえ、カーステ自体は新品だったので、少し不思議に思ったが、峠を下る頃、元に戻ったため、あまり問題にせず、そのままドライブを続けた。あてもないドライブ、夜景を眺めたりした後、 かえって麻雀をすることになった。私たちは何も考えず、一気に不思議現象の起こった峠のある道を走っていた。峠に向かったところ、またもやカーステが鳴らなくなった。そこで何かあるのか確かめようということになって、峠に車を止めて下車した。 男四人ということもあって、その時はさほど怖くはなかった。虫の声も何も聞こえず、あたりには静寂が広がっている。音のない世界というのは不気味なもので、四人とも黙ってしまった。月明かりと車のライトであたりを見渡すことはできたが、 道の両脇は草が生い茂っていて、特に何かがあるようには見えない。すると突然、車を運転していた友人が、今誰か喋ったかと怯えたように私たちを見回した。しかし、誰も喋ってない。よく冗談を言う奴だったので、 こんな場所で脅かすなよ、と私たちは彼に言った。すると、立ち去れ。という声が突然頭の中に響いた。四人同時にその声を聞いたのか、次の瞬間、示し合わせたように車に乗って、無言のうちに峠を後にした。結局その日は、 麻雀などする余裕はなかった。以来、その峠を通ることはなく、話題にすることもなかったんだが、卒業前、もう一度行ってみることにした。2月の終わり頃、夜は怖いので、昼間出発した。カーステを鳴らすことはなく、峠に着くと、 夏の間は草で見えなかったのか、小さな縦札を見つけた。その縦札には青い字で、ここには〇〇が眠っています。〇〇してください。と書いてあった。〇〇の部分はかすれて読み取ることができなかった。傍らには、 何かを祀っているのか大きな石が置いてあった。私たち四人はあの時その何かを怒らせたのだと感じて全員で謝った。でも結局それが何だったのかはわからなかった。二十年後。 小学4年生の夏休みのこと、今でもよく覚えている。川と古墳の堀をつないでいる細い用水路があって、そこで一人で船を釣っていた。三時頃から始めたんだけど、いつになくたくさん釣れるので、面白くてやめられなくなった。だんだん、 辺りが薄暗くなってきて、日の長い時期なので、午後七時近かったと思う。そろそろ帰らないと怒られるな。もう一匹だけ釣ったらやめよう。そう思っていたら、ガサガサと藪を踏み分ける音がして、河原の背の高い草の中を何かが近づいてくる音がする。 人が通るような道はないので動物かと思ってちょっと身構えたが出てきたのは自分の父親より少し年上くらいのおじさんだったおじさんはかんぬしさんが着るような上下白の着物を着て顔は大人なんだけど小4の自分と同じぐらいの背丈で 頭に黒くて長い帽子をかぶっている。それがエボシというものだとは後で分かった。はじめは怖いという感じは全然しなかった。おじさんはニコニコ微笑んでいて、とても優しそうに見えた。おじさんが体についた草の葉っぱを払いながら、 坊や、釣れるかいと聞いてきたので、はい、釣れます。と返事をすると、ちょっとお魚見せてくれるかいと言いながら歩み寄ってビクを引き上げ、おお、大量だね。いくらかもらってもいいかなそして、 こちらの返事も待たず、ビッグの中から一番大きい船を二本指で挟んでつまみ上げ、いただくよ、と両手で抱えて頭からかじり始めた。バリバリという骨の砕ける音が聞こえてくる。おじさんは、いいなあいいなあ 生臭いなあと、歌うようにつぶやいて、頭がなくなった船を草の上に捨てた。僕が呆然と見ていると、おじさんが、殺生だよ。殺生はいいなあいいなあと言いながら、ビッグの上にしゃがみ込んで、 今度は両手を突っ込んで二匹の船を取り出すと、こちらに背を向けるようにして交互に頭をかじり出した。バリバリゴリゴリ音を立てて船の頭だけを食べている。生臭い匂いが強くなった。おじさんは魚を捨てると立ち上がってこっちを振り向いた。 ニコニコした顔はそのままだが、額と両側の頬に船の頭が生えていた。船はまだ生きているようで、パクパク口を開けている。思わず叫んでしまった。ここから逃げなくちゃいけないと思ったが、体が動かない。おじさんは動物のような動きで、 一飛ととびで僕のそばまで来て、うやももらってもいいかな、と言って肩に手をかけてきた。思わず身をすくめると、同時におじさんの方も弾かれたように飛んで離れた。そして、こっちを見て不審そうに首をかしげ、 坊や人徳があるね。どっかにお参りに行ったかいそう聞いてくるおじさんの顔から目が離せない。何も言えないでいると、急におじさんの顔が黒くなって、吠えるような声で、どっかにお参りに行ったかと聞いてるんだ、と言われた。 この間、お祭りでおみこしを担ぎました。と、なんとか答えると、おじさんは元のニコニコ顔に戻って。そうか、おみこしね。ふーん、残念だな。じゃ、二十年後にまた来るよ。 くおーっと強い風が顔に当たって目をつぶってもう一度開けるとおじさんの姿はなくなっていた体が動くようになったので釣り道具を全部捨てて家に逃げ帰った家族にこの話をしたけど何をバカなことをという反応だった母親が 変質者かもしれないと少し心配そうにしたくらい。翌日、中学生の兄と一緒にお昼前に堀へ行ってみると、釣り竿などは草の上に投げ捨てられたままになっていた。ただ、ビクに近づくとひどい匂いがした。ビクの中はドロドロになって、 辺りの水面に油と魚の鱗が浮いていた。その後はその古墳の堀には近づいてないし、特に奇妙な出来事も起きてない。ただ一つだけ。もうすぐ、あれから二十年になるんだ。ホテルの会議 先日、大阪、伊丹空港近くのビジネスホテルに滞在した時のこと。ホテルは翌朝のフライトに備えるためのもので、とりあえず寝られればいいという程度だった。なので、インターネットで発掘した格安のホテルに泊まった。そのビジネスホテルの外観は、 格安ホテルの典型とでも言うべきもので、真っ白だったコンクリートの壁が、長年風雨にさらされて黒いシミだらけになって、日暮れには幽霊屋敷のように見えてもおかしくはなかった。このホテルには休館と新館があったが、予約が取れていたのは当然のごとく休館。 部屋は4階の端の部屋で、部屋の窓からはホテルの看板が通路によく見えるように、無理に支柱をつけて取り付けられている。そんなホテルの看板の裏以外何も見えなかった。必要最低限のものは揃っているが、部屋は非常に狭くて、スーツケースを床に置いていると歩くたび足がどこかにぶつかるほど、 当初の雰囲気自体は悪いものではなかったが、一つ気になったことがあった。それはユニットバスのドアの鍵穴にこじ開けられたような跡があるということ。この手の鍵は内側からプッシュしてロック、ドアノブを内側から回すと自動的に解除されるタイプ。つまりユニットバスの鍵は 内側に誰かがいないと施錠されず、外から鍵をこじ開けようとすることは、内側に誰かがいる場合の確率が高いことになる。それが意味していることは、とは言っても、鍵を押して外に出てから、またドアを閉めるなど、いろんな可能性も考えられるわけで、頭から余計な不安は押し合って、 翌朝の体調を万全にすることに集中した。就寝したのはおそらく夜中の十二時頃。翌朝は六時起床なので十分な睡眠時間だろう。やがて眠りに落ちていったが、しばらくして頭の後ろから壁をどんどん叩く音で目が覚めた。音の方に集中すると、 何やらひそひそ話す声もしている。半ば寝ぼけまなこのことだったが、重要なことに気がついてしまった。この部屋は四階の端の部屋。ベッドの配置から寝ている頭の向こうには部屋などなかったのだ。少々気味が悪くなり、無理やり寝てしまおうと、 気にしないよう努力したが、今度はひそひそ話をする声が、ユニットバスの方から聞こえ始めた。心地よいはずの眠りはどこへやら、血圧は一気に上昇して、眠気は吹き飛んでしまった。それでもこのまま眠りに再び落ちれば、そう思って寝ようとしたが、今度は、 タバコの匂いが漂い始めた。この階にある部屋はすべて禁煙でタバコの匂いがするということは、誰かが部屋の前でタバコを吸うこと以外考えられないのだが、こんな夜中に、しかも禁煙の部屋しかない階で、しかも一番端の部屋の前に来てタバコを吸うなどというのは、 非常に確率の低いことのように思える。ここで耐えきれずに目を開け、ベッドに座った状態で照明をつけ、あたりの状況をしばらく伺っていたが、タバコの匂いはどうもユニットバスの中から漂ってきているようだ。気は進まなかったが、ユニットバスの中を確認する必要があると、 そう思うようになってきた。時計を確認すると午前2時53分。ベッドから腰を上げてゆっくりとユニットバスのドアを開けようとドアノブを回したがなぜかノブが回らない。どうやら打ち鍵がかかっているようだ。 当然寝る前に使った時は問題なく開閉できて、施錠してドアを閉めるといったボンミスは犯してない。意味不明にガチャガチャとドアノブを回したが、やはりドアはびくともしない。タバコの匂いはついに部屋の中に充満し、部屋の中かユニットバスの中で誰かがタバコを吸っているみたいだった。 さすがに気味が悪くなり、部屋を飛び出そうかとも思ったが、何もしないまま時間だけが過ぎていった。すると突然、ベッドの脇にあるアラームが午前3時を指して鳴り出した。疲れきっていたので、部屋の備え付けのアラームを確認せず寝てしまったようだった。 音にびっくりしてベッドへ戻りアラームを消す。さっきまで充満していたあのタバコの匂いが嘘のように消えていた。壁の向こうの騒音もひそひそ話す声も聞こえてこない。まるで夕立ちの後のような雨がどんよりした空気を洗い流し浄化された空気が 部屋中に立ち込めているようだった。もしやと思って、ユニットバスのドアを急いで開けてみると、これも何事もなかったかのように開閉できた。タバコの匂いもない。狐につままれたような感じだったが、耳をすますと、ホテルの同じ階に設置してある自動販売機のブーン。 という音が聞こえて、この回全体が普通の夜を取り戻したという実感が湧いてきた。翌朝は睡眠不足のままホテルを立つことになったが、フロントの人にあの部屋について尋ねたところ、しばし考えた後、就職して間もないからわからないという回答が返ってきた。結局、 どんどん叩くような騒音が何なのか、話し声の正体、タバコの匂いはどこから来てどこへ消えたのか、謎ばかりが残ったが、今思うと、わざと誰かがアラームを午前3時にセットして、そこで怪現象が止むようにしたとも思える。もし、大阪空港周辺で、 格安ホテルに宿泊する際は十分注意を払っていただきたい。雪山の恐怖体験数年前、私がとある雪山で体験した恐怖をお話ししようと思います。その当時大学生だった私は山岳部に入り、 仲の良い友人もできて、充実した大学生活を送っていました。山岳部の中でも特に仲の良かった秋夫と祐介とは、サークルの活動だけではなく、実生活でも非常に親しくなることができました。そんな私たちはまだ大学2年生であり、 就活や卒論までには、まだまだ時間の余裕があったので、2年の後期が終了するとともに、3人で旅行へ行くことに決めました。当然のように、私たちの旅行というのは、登山の絡むものとなりました。当時、何度か冬登山の経験を積んでいたとはいえ、 まだ私たちは自分たちだけでリードできるほどの自信は持っていませんでした。そこで私たちは秋夫の実家近くの K という山に登ることにしました。K 山ならば、秋夫も子供の頃から何度か登っており、自信があるというのです。 私たちの旅行は3泊4日の予定で、初日は秋雄の実家に泊めてもらい、翌日から2日かけて山を堪能する計画にしました。秋雄の地元に着いた私たちは彼に案内してもらい、市内の観光がてら、神社へ登山の安全祈願をしに行くことにしました。 地元で最大の神社にお参りをしようと、境内に入った瞬間、ユースケがぴたりと足を止めてしまいました。どうしたのかと不思議がる私たちにユースケは、なんか嫌な視線を感じる。よくないわ、これ。よくない。絶対。と言って、冬だというのに、 汗をかいています。ユースケはいわゆる見える人です。普段の生活ではあまりそれを表面に出すことはないのですが、何か大きな危険や不気味で不穏な気配を感じるとこのようになってしまうのです。実際以前ユースケが明日嫌だわと言った翌日、 学校の天井を突き破って死者が出るという事件が起こりました。私たちはそれを知っていたので、じゃあもう帰って温泉に浸かってゆっくりしようぜ、という秋夫の提案に乗って帰宅することにしました。言い忘れていましたが、秋夫の実家は温泉旅館を経営しています。 帰宅途中も、ゆうすけはあまり浮かない顔して、うん、来んなよ。うん。などとつぶやいていた気がします。秋夫もゆうすけを気にかけて、大丈夫だよ。俺のおじいちゃんから悪いのを追っ払う方法聞いておいてやるから。と言って励まそうとしていました。ちなみに秋夫が帰宅してから、 おじいさんに聞いた追い払う方法というのは、大きな声で、カーッツと気合を霊にぶつける方法でした。あまりにアホ臭かったのですが、空気は和んで、私たちは温泉に浸かり、翌日に備えて、早めに床に潜り込みました。 翌日のお天気は快晴。絶好の登山日和となった桂山に、私たちは興奮を抑えきれませんでした。昨日は心配そうな顔をしていたユうスケも、この時は早く登りたいという気持ちが顔から溢れていました。私たちは午前8時出発して、 順調に登山を開始しました。冬の山は一見殺風景ですが、時間や高度によって変わる空気の味や、白い世界に際立つ生命の痕跡など、普段の登山とは違った楽しみが存在します。私ももう一つの趣味である写真などを楽しみつつ、 非常に充実した時間を過ごしていました。私たち三人は午前中をおののが山を楽しむ形で歩き続け、中腹にある山小屋を目指して登っていました。空気が変わったのは昼を回った時でした。天気は 晴れたままだったのですが、空気が固定されたように感じて、動きや気配というものが消えてしまったかのように感じたのを覚えています。それまでは秋代を先頭にかなりゆったりとしたペースで、ゆうすけ、私と続くように歩いていました。ところが、その静止した空気を、 私が周囲に感じ始めた頃から、ゆうすけのペースががぜん早くなりました。雪山というのは、ぱっと見はまさに死の世界です。私はこのまま、秋夫とゆうすけに置き去りにされて、何もない白の空間をさまよう恐怖を感じ、急いで追いかけました。 幸い置いていかれることはなかったのですが、追いついたユースケの様子が変です。その頃には秋をも心配して、ユースケの様子を見に少し降りてきていました。ユースケは顔面蒼白で、ダメだわ、ついてきちゃった。ダメだ。よくないって。ダメだ、ダメダメダメ,ダメ。 とつぶやいていました。私たちも昨日のあれと関係があるのかと思って、私と秋夫が二人で顔を見合わせていると、ゆうすけが急に顔を上げて、おい、後ろ見んなよ。後ろは絶対見るな。と言った後、ごめん、昨日のあれついてきてるみたいだわ。俺、怖いよ。 やばいと言って、今にも泣き出しそうな顔になりました。私には霊感がないので、その時は後ろを見ても何も見えないだろうと思い、ユースケの忠告を無視して、後ろを見てしまいました。すると、それがいました。 私たちの後ろ、50メートルほどのところに、何か人ではない何かがこちらをじーっと伺って見ています。秋雄を見ると、秋雄も同様のものを見てしまったようで、顔が固まっています。私は初めて見る心霊現象に驚きつつも、それを観察していました。 それの頭は縦に長く、長い髪が顔全体にかかっているようです。シルエットは少し膨れた人間のようなんですが、白い毛が体全体に生えているのか、それとも体が霞んでいるのか、ぼんやりとしか見えませんでした。何より気配や存在感が、 明らかに人間ではありませんでした。周囲の世界や雰囲気からそいつだけが浮いているのです。そいつだけが動きもせずじっとこちらを見上げて佇んでいるのです。不思議なことに私はそいつから緑の視線を感じていました。 説明が難しいのですが、緑色の視線としか形容できないものです。ユうスケは、ダメだろ、う、あれ。もうダメだよな。と、何やら錯乱しているようで、ほとんど泣いていました。ユうスケの恐ろしさが伝染したのか、私も秋おも泣いてしまい、泣きながら、 諦めんな、とか、逃げるぞ、などとお互いを知ったしました。幸い、そいつと私たちの間にはまだ距離があったので、私たちは大急ぎで中腹の山小屋まで行くことにしました。山小屋には常に人がいるはずですし、何より、 そいつのそばを通って下山するのは恐ろしかったからです。三人で三十分ほどハイペースで登っていたのですが、そいつからは一向に距離が開きません。そいつはぴったりと五十メートルほどを保ちながら、こちらを追い詰めるように悠然と追いかけてくるのです。 今にして思えば、そいつは歩いていませんでした。私が振り向くたび、必ずそいつは両足を揃えて直立していたのです。それは追いかけてきていたのではなく、背後50メートルにあったと表現する方が正しいかもしれません。私たちは次第に、 精神的に追い詰められていきました。そこからしばらく行ったところで、秋代が、こっちに近道がある、と、普段の観光用のぐるりと回った登山道を離れ、少し細い脇道へ入っていきました。ですが、これは間違いでした。細い脇道は、 夏の間は管理用として使われているのかもしれませんが、冬の山では雪が降り積もり、細い道は非常に見づらかったのです。私たちはいつの間にか道を外れてしまったようでした。また最悪なことに、あれほど晴れていた天気が午後2時を回った頃から急転し、 今はしんしんと雪が降っていました。気づけば午後4時を回っており、私たちはかれこれ3時間以上そいつから逃げ続けていました。冬の山の夜は早いです。すでに日も落ちつつあり、気のせいか雪も激しさを増しているような気がします。 道を外れた迷子の私たちはいつの間にか30度を超える急斜面を横に横に逃げていました。もうこの頃には山小屋へ行こうだとか道を探そうなどという考えはなく、ただひたすら後ろから来ているそいつから逃げるという本能のみで動いていたように思います。 しかし、無理な行軍や精神的なストレスは私たちの体を着実に蝕んでいました。ついに真ん中を歩いていたユうスケが足をもつれさせるようにして倒れてしまったのです。私も秋夫も急いで彼に駆け寄りました。ユうスケは、ダメだ。 俺もうダメだ、歩けないわ。先行っててくれ、追いつくからさ。と、上言のようにつぶやいています。おそらくはそいつの気配を、ゆうすけは前日からずっと気にしていたのでしょう。ゆうすけの疲労は尋常ではないかのように見えました。さらに、 誤ったペース配分の行軍が脱水症状も引き起こしているように見えました。現実的にここから祐介が歩くのは無理です。私と秋夫は途方に暮れました。私はこの時もしかしたらここで休憩してもそいつは50メートル後ろから動かないのではないかと。 淡い期待を描いていました。私自身、そろそろ体力の限界だったのです。ところがその淡い期待は簡単に裏切られてしまいました。そいつは初めて一歩踏み出したのです。非常に呪い歩みでしたが、それは私たちを絶望させるのに十分でした。 一番体力の残っていそうな秋雄も、ついにへたり込んでしまいました。そいつは、一歩、また一歩、こちらに近づいてきます。もはやそいつとの距離は、五十メートルではありませんでした。私は絶望に包まれて、こんなところで死ぬのか 投資扱いになるのか、それとも死体も見つからないのか、などと考えていました。すると突然、それまでブツブツやいていた秋代が立ち上がって、畜生シやってやる、ぶっ殺してやる、舐めやがって化け物が、畜生などと切れたかと思うと、カーッツと、 おじいさんに言われたように、大声で気合を飛ばしました。ところが、その秋尾の気合に、そいつは全く反応しませんでした。反応はしなかったのですが、大声がきっかけになったのかどうか、とにかく、そいつの情報の新設が、雪崩を起こしたのです。そいつは、 数十トンの雪の流れに飲み込まれ、うえー。という声を上げながら下へ流されていきました。後に残った私たちは呆然として口を開けていました。その後は雪を掘って、 中に隠れて一晩を明かし、翌日無事下山できました。これは未だに私のトラウマです。未だに何が起きたのかさっぱりわからないのです。おばあさんの脳面。開かずの間はうちにもある。うちも 築50年以上の古くて大きな家で、蔵や土間もあります。数年前、裏庭の片隅に糸の跡も見つけました。ただ、開かずの間は姑の居住スペースにあるので、簡単には近づけません。私が知っているだけでも3箇所。 絶対近づくなと言われていて、数十年開けていない場所があります。一つ目は、蔵の奥にある南京城が架けられた跡。二つ目は、女中部屋のタンスの裏。そこにはドアがあります。三つ目は、脳舞台の奥のドア。鍵はないのに、 押しても引いても開かないのです。三箇所とも確実に八畳以上はあると思う。ずっと気になっていたけど、旦那も知らないし、姑も教えてくれない。機械を見て探ってみたいと思っているんだけど、正直言うと少し怖い。 何が出てくるかかなり怖い。脳舞台は昔、この家のおばあさんが脳が趣味だったようだ。今は使われていないけど。何せ本当に大きな家だから、お手伝いさんたちに助けてもらわないと管理できないんだ。でも私はお手伝いさんは使ってない。 お手伝いさんを使っているのはシュート目だけ。というわけで、この週末、シュート目が東京に日帰りで行くはずなので、その時探ってみようと思う。開かずの間情報をリサーチしてきた。けど、ちょっとシャレにならないかもしれない。いつから、 どうして開かずの間になったのか、まずは旦那に聞いてみた。旦那は蔵については全く知らなかった。暗くて埃っぽいから関心はなかったんだって。女中部屋は女性が着替える場所なので、もともと旦那は出入り禁止だったんだけど、もしかしたら昔住み込みの人たちがいたので、 その人たちの部屋だったかもしれないとのこと。でも、なぜ封印してあるのかはわからないそうだ。問題は、脳舞台の奥。昔、曰くつきの脳面があったようだ。その当時、旦那はまだ子供だったから、はっきりは覚えてないけど、おばあさんの死とも絡んでいるのは確かみたい。 あそこだけは近づかない方がいいと旦那に言われた。だけどそれじゃあ納得できない。なので、金属30年以上のお手伝いさんに聞いてみた。はじめは渋っていたけど、彼女は話してくれた。それはこんな話だった。昔、 おじいさんにはおめかけさんがいて、おばあさんはそれをとても気に病んでいた。悲しみを打ち消すため、取り憑かれたように脳を待っていたらしい。でも病に倒れて亡くなってしまった。そんなおばあさんが大事にしていた脳面。おばあさんが亡くなって、おじいさんはとても後悔して、 毎日、能面を眺めて過ごした。その頃から、おじいさんの体調がどんどん悪くなっていった。ある時、仕事関係の人に、妙難の層が強く出ていると言われて、霊媒師に見てもらうと、おばあさんの怨念と、もともと面についていた女の霊が、おじいさんについていた。 除霊をしても、その能面を手元に置いておくと命を取られるということで、仕方なくその能面は美術館に寄贈することになった。だから今はあの部屋に能面はないはず。しかしその後、なぜか部屋のドアが開かなくなったということだった。なんだかおばあさんの怨念が、 部屋の中に残っていそうで怖くなった。自分の住んでいる家に階段話があったというショックでまだ頭が真っ白。白い顔の女友達三人で民宿に泊まった時の話湿気臭い畳に 古い赤色のテレビ。種類はわからないが、鳥の白星が置いてある。まあ、素泊まりで4200円という、値段にぴったりといった具合の部屋だった。夜になると、周囲の店はさっさと閉まってしまい、壊滅的にすることがなく、部屋でビールを飲んだら、1時頃までテレビを眺め、雑談の後、 電気を消して寝ることになった。それから随分時間が経ったが、どうも硬い枕が気になって寝つけず、ぼんやりと横になっていた。私を真ん中に、両隣の友人は二人とも寝た気配がする。仕方なく、うとうと天井を眺めていると、遠くから、 徐々に耳鳴りがやってきた。金縛りの経験はあったので、ああ、宿泊先では初めてかも、なんて考えていたら、じーんと体が固まってしまった。早く自由になろうと、手の指先と足のつま先に神経を集中して、動け、動け、と念じていたら、 白いものが視界をかすめた。もう一瞬でぞっと鳥肌が立った。その白いものは、ツー、ツーと左右に揺れて視界を出たり入ったり、まるでインベーダーゲームのようにだんだん迫ってくるイメージ。おい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 、何の真似だ と思いながら薄目で見ていたら、近づいてくるのではなく、それが大きくなっていることに気がついた。形になっていくというか、それが能面というか、白い女の顔だと分かってしまった途端、無理、これは嫌だ、と、もう目は開けられなかった。金縛りを解くより、 ただ息を殺して自分の存在を消すのに必死だった。とにかく自分をスルーして欲しい一心で、と言っても青筋が立つほど力んでしまっていたと思う。そのうちピーンとなっていた耳鳴りが急にブーンブーンとものすごい圧力を感じるものに変わった。同時に 体がずんと重たくなった。え目を開けてしまったら、細い目をしたでかい面のような顔が、畳一畳ぐらいの大きさで、私の真上にじっと止まっていた。全体が白く濁っている感じで、とにかくでかかった。私はなぜか、すごい速さで瞬きをしていた。 とても直視できないけど、全く目もそらせない心情というか、目の前の光景に圧倒され、大混乱していたんだと思う。ひときわ暗く、闇のような目。そう認識してしまったら、にんまりと笑っている口が、駒送りで、うの発音の形に変わっていた。こいつの声なんて、 絶対聞きたくない。あまりにも怖すぎる。迫り来る恐怖に心の中で声にならない叫び声を上げそうになったその時、右隣のお友達が、ああ、と寝言を言った。えと思ったら巨大な顔は瞬きするたび強い光を見た後に残るカラフルな残像のように、 あやふやに拡散していき、すぐに形がわからなくなってそのまま消えた。耳鳴りも消えて、途端に救われたというか、全身の力が抜け、助かったという気持ちに包まれた。友達の方を見ると、こちらに背を向けて寝息を立てている。横になったまま部屋を見回したが、 特に変わった様子はなく、鼓動はバクバク言っていたけど、嫌な気配も感じなかった。なんだったんだ今のはなんだったんだ頭の中で繰り返しているうち、どっと疲れに襲われ、時計を見たら三時を過ぎていたのを覚えているが、その後は二人を起こすこともなく、 冷や汗も乾ききらないうちに眠ってしまったらしい。翌朝、えという感じの友達に夜中の出来事を話し深くお礼を言っておいた。仏壇の異形僕が高校二年生の時、ばあちゃんが死んだ。 脳一血で一回倒れて、そのまま病院から帰ってこなかった。お通夜では僕が別れの言葉を言わせてもらったんだけど、せっかく寝ないで考えた原稿もしゃくり上げてうまく言えなかった。それがとても心残りだった。その日の夜は、 僕の親父がろうそく版をしなきゃいけない日だったんだけど、親父は次の日の準備とか病院の片付けをやらなきゃいけなかったようで、親戚もそこまで気が回らなかったのか、代役を立てずろうそく版なしでその夜を過ごした。でもまあ実際、ろうそくの火が消えるか消えないかで、 そんな大ごとにはならないし、夜通し起きている人もいるので、家事の心配はないだろうということだった。次の日は葬式だったから朝から大忙しだった。母ちゃんや女の人たちはみんなで料理を作っているし、僕は親戚の子たちをまとめて監視していた。 葬儀自体は何の滞りもなく終わって、参列者の方たちに帰ってもらった後は、みんなでご飯を食べた。でも僕だけはどうしても食欲がなくて、家族が今で夕食をとっている間、ずっとばあちゃんの看護家の横で泣いていた。寝てるみたいに見えたのに、触るとすごく冷たかった。 結局その日は飯を食わず、そのまま仏間に一番近い部屋で一人で寝た。ばあちゃんの家は古いけど大きな家で、家の前には小さいが、もみじとか松とかが生えている庭もあった。僕はその部屋で縁側を頭の方にして眠ることにした。とは言っても結局は寝つけず、 何度も寝返りを打っているうち夜も過ぎて柱時計が三回音を立てて鳴った。寝よう、寝なきゃ。そう思って無理に目を閉じるとなんだか変な音がした。はじめは気のせいかと思ったが音はだんだん大きくなっていった。足音だった。 窓の外で砂利がザクザクと踏みしめられている音がして、それがずっと頭の上の方を右から左へ行ったり来たりしている。そのうちチリンとか小さい鈴を転がすような音もしてきた。僕は、ああ、ばあちゃん最後に会いに来てくれたんだ、と思った。 僕は親族の中の誰よりもばあちゃん子だったし、病院にもしょっちゅう行ってた。でも、彼女できたかとか、勉強はどうだとか、友達とはうまくやってるのかとか、いろいろ心配されても、病気で寝ているばあちゃんを心配させたくなかったから、僕は嘘をついてごまかしていた。 彼女なんてできたこともないのに、女友達とデートに行ったとか、友達と釣りに行ったとか。そうしたらばあちゃんは、同じ病室の老人たちに、すごく嬉しそうに僕のことを話すんだ。孫にもついに彼女ができた。きっと美人だ。孫は小さい頃から気が小さかったけど、優しい子だから。と、 ばあちゃんは僕の嘘が本当かどうかわかる前にそのまま病院で亡くなったからばあちゃんの中で僕がどうしようもない孫にならなくてよかったってのと結局最後まで本当のことは言えなかったという罪悪感でなんだか複雑な感じだったそんな僕をばあちゃんは死んでからもまだ心配で こうやってお別れを言いに来てくれたのかな、と思うと、なんだか嬉しくって情けなくて、僕は布団をかぶって、ばあちゃんにばれないようまた泣いた。すると、窓の外のザクッザクッという足音が止まった。鈴の音もしなくなった。 ばあちゃんが天国に行ったのかと思って、布団から顔を上げようとしたその瞬間、耳のすぐそばで、チリーンと鈴が鳴った。ばあちゃんはしばらくすり足で僕の枕の上をうろうろしていた。何かどうしても言いたいことがあるんだろうか。だったら僕も言いたかった。 騙してごめんって。でももう心配しなくてもいいって。僕はもう大丈夫だよって、最後に安心させてあげたかった。だからそのまま布団の中で、ばあちゃん、と、ばあちゃん、ごめんな、と言おうとした。だが、声を出した瞬間、ばあちゃんが、 布団の中に手を突っ込んで、ものすごい力で僕の髪の毛をわしづかみにした。無理やり僕の頭を外に引きずり出そうと引っ張ってきて、必死で両手で布団にしがみつくと、髪の毛がプチプチと音を立てて抜けていった。あ、こいつばあちゃんじゃねえ。そう思った時には、もう怖くて声なんか出なくなった。 怖すぎて引きずり出されたら死ぬと思った。ずっと目をつぶっていたんだけど、上にかぶっていた布団がバサッと転げたのにビビって目を開けてしまった。やけに肌がガサガサした。全身がかさぶたかうろこみたいな人間が僕の顔を覗き込んでいた。心臓が止まるかと思って、 僕は絶叫したつもりだったんだけど、うまく息ができなくて、わけのわからない声を出して、めちゃめちゃに腕を振り回して、ばあちゃんのぶつまへ逃げた。そのまま朝まで、ばあちゃんの棺桶と壁との隙間に入って、ずっと開けっぱなしにしたふすまを見ていた。いつさっきのが入ってくるかわからなくて、 死ぬほど怖かった。朝になって母ちゃんが起きてくる音がしたので部屋に戻ってみるとそいつはいなかった。正直夢かもしれないと自分でも思った。階段でよくある気がついたら朝だったという話はほとんどが夢だと言われているのを見たことがある。 でも、夢じゃなかったんだ。仮装が終わって、墓入れとか納骨が済んだ後、しばらくしてから、ばあちゃんの仏壇を拝みに行ったら、なんかいたんだよね。今まで生きてきて、お化けとか幽霊とか、そんなの一切見たことがないし、気配すら感じたことがなかったから、あのガサガサのあいつが、 一体何なのかはわからないんだけど。でもとにかくそいつはばあちゃんの仏壇の横。僕がそいつから逃げた時にいた場所に僕の真似をするみたいにして全く同じ格好で座っていた。相変わらずガサガサの皮膚。目とか鼻とか口とかもよくわかんない。脱皮寸前の 蛇のような鱗人間。気持ち悪かった。そいつは何もしないでずーっと僕を見ている。母ちゃんなんて全く気づかず、普通にそいつの隣で仏壇を拝んでいる。ばあちゃんなんていないんだ。うちの仏壇にいるのはガサガサだけ。僕は怖くて、 結局、仏壇を拝めなかった。これって、僕が、ばあちゃんが亡くなったショックで頭がおかしくなっちゃったのかなどうせおかしくなるなら、僕はばあちゃんの幽霊が見たかった。しかし、こんなことを家族に言っても信じてもらえないし、うちは、とんでもないものを仏壇に囲ってしまった。 封じの箱。僕が中学三年の時、祖父が亡くなった。遺願だった。初孫ということもあり、僕はとても可愛がってもらった。僕も小さい頃、祖父の大きな膝で本を読んでもらうのが大好きだった。 祖父が亡くなる三日前、病院へお見舞いに行った時のこと。痩せ細って入院前の面影がすっかりなくなった祖父は、か細い声で僕を近くに呼び寄せると、組木細工の箱を渡した。じいちゃん、これ何そう尋ねると祖父は、 わしが死んだ後、カンオケに入れてくれんかと微笑んで言った。な、なにばあちゃんからもらったラブレターでも入ってるのと、冷やかし半分でニヤニヤしながら言うと、そんな色っぽいものじゃないよ。と、笑って答え、その後祖父が、絶対開けてはならんよ。 人に見せてもならん。と、真剣な顔で付け加えた。僕にとっては、それが祖父の最後の声だった。その後、僕がジュースを買いに行っている数分の間に、祖父が昏睡状態に陥ってしまったからだ。祖父が亡くなって、慌ただしく時間だけが過ぎた。 国別式の前夜、僕は自分の部屋の机の上に祖父から預かった箱を置いてじっくりと見つめた。大きさは20平方センチくらい、組木細工だと思い込んでいたが、蓋があるわけでもなく、組木と組木の間に隙間があり、少し動くことから、 それがカラクリ箱だと気がついた。もともとパズルは苦手だったのと、何より祖父の言いつけがあったので開ける気はなかったが、祖父との思い出を頭に浮かべながら箱を見つめているうち、なぜかその箱を開けなくてはならない。そんな焦りが生まれた。 そして僕はその箱を何かに取り憑かれたように外し始めた。何本か形の違う組木を外し、開いた空間に他の組木をずらしていく。思ったよりも簡単だった。そしておそらく最後であろう組木を外そうとしたとき、爪が箱の奥で何かに引っかかった。 なんだろうと思ってペンライトで爪が引っかかった隙間を照らしながら中を覗くとそこには一枚の紙が貼ってある一回り小さい箱があるのが見えたどうやらその紙に爪を引っ掛けたようで少し破れてしまっているさらに目を凝らしてみて背筋が凍った その紙には、なんだか読めない黒い文字と赤い文字で、ふう、と書かれていた。やばいと思った。お札だ。何のお札かはわからないけど、確かにお札だ。その時、部屋の外から父の声が聞こえた。母さん母さんが それ以来、僕には家族はいない。その後、母は入退院を繰り返し、僕が18歳の時亡くなった。父は母の病名について話すことはなかった。父は僕が19歳の時、僕があの時ばらしたからくり箱と一緒に失踪した。 今でも思う。きっと、母を殺したのは僕だ。そして結局、あの箱の中に何が入っていたかはわからないままだ。初雪の山。初雪の山は登ってはいけない。そういう話を仲間内でよく聞いたが、 滑りやすくなるからだろうと思って馬鹿にしていた知り合いは命の危険にさらされた。彼は登山歴3年ぐらいの経験の少ないアマチュアだったが、価値気な性格で人に頼ったりすることが嫌いだった。何でも一人でやるタイプで、その時も一人で冬山を登っていたが、初雪が降り始めていた。 積もったのは数センチだったので、彼は当初の計画通り登り続けた。雪のせいで登山道がわかりづらくなった彼は、慎重に登り始めたが不安になってきたそうだ。道を探しながら歩いていると、足跡があることに気がついた。彼はほっと胸をなでおろした。 この道で間違いないんだ。そうしてまたいい調子で歩き始めた。だが、その足跡には気になる点があった。靴の足跡ではない気がする。少なくとも登山ブーツではない。明らかに細すぎるし、そして小さい。 でも仕方がなく、そのまま足跡を頼りに登り始めた。周りの景色が少し違うなと、三年の経験で感づき始めた。登山道というよりは、獣道に近い。岩もゴロゴロして歩きづらくなってきた。彼は、その足跡の不気味さも気にかかっていたので、 引き返すことにした。あたりはかなり暗くなってきて、彼は焦り始めていた。急いで自分の足跡を頼りに下山していると、そこでふと異変に気がついた。あの細い足跡が増えている。登っている時は一人分だけの足跡だったが、今は数人分ある。 少なくとも三人の足跡が確認できた。しかもよーく観察してみると、裸足の足跡のように見えた。それに気づくと、背筋がゾクゾクして恐怖に襲われた。裸足の何かが自分の跡をついてきていた。しかも登山道ではない。その時彼は、 知り合いのベテラン登山家の言葉を思い出していた。初雪の日は登山はしてはいけないよ。見てはいけないものが見えちまう。普段は見えないが、雪のおかげで見えることがあるんだ。それは命取りになるからね。彼はパニックになりつつあった。暗くなって、 絵体の知れない裸足の足跡、確実に迷っている。彼は足早に足跡を頼りに下山を始めたが、しかし、いくら歩いても登山道には戻れなかった。完全に日は落ち、足跡もやがて見分けがつかなくなった。遭難。頭にその言葉が浮かんだが、 今日中の下山を諦め、野宿すると決断した。野宿の準備はしていなかったので、装備の中で使えそうなのは、アルミ箔のような保温カバーとマッチぐらいしかない。彼は、風がしのげる大きな岩の下で野宿をすることにした。かなり冷えるが、雪の降った後で穏やかな夜だったので、 投資の心配はなさそうだ。だが念のため眠らないことにした。落ち着いたところで足跡のことをふと思い出した。あの足跡は誰のものだろうか他の鹿うさぎイノシシとかそういう動物だろうなきっと。恐怖をごまかすように。 彼は小動物の足跡だと解釈した。眠らないように頑張っていた彼だが、ついうとうとして眠ってしまった。そうして物音で目が覚めた。それは何かが雪の上を歩く音だった。ザック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 。音は岩の後ろから聞こえてくる。 かちきな彼は小動物だと思って追い払おうと大声を出した。こらーどなると足音は遠くへ逃げていった。やっぱ動物か。イノシシかな。数十分後、また足音が遠くから聞こえてきた。ザク、ザク。 ザク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 。今度の足音は違った。一人の足音ではない仲間を連れてきたんだ。さすがの彼も恐怖を感じた。こらもう一度怒鳴った。足音は止まったが少しするとまた進み始めた。 こっちへ向かってきている。もうここまで来ると奴らが人間だと思わずにいられなくなった。数人の人間がこっちに向かってきている。彼は今までにないほどの恐怖に襲われた。体育座りをして目をつぶって祈り始めた。特に宗教には入っていなかったが子供の頃、 祖父や祖母が念仏を唱えていたのをかすかに思い出し、保温カバーに顔を入れて外を見ないようにしながらめちゃくちゃな念仏を唱えた。足音はまだ聞こえている。どんどん近くなってきている。夜中中その足音は続き、まるで彼の周りをぐるぐる回っているようだった。 彼は一睡もできず、反響乱で念仏を唱えていた。朝が近くなり、徐々に明るくなってきたのが分かった。足音は次第に遠のいていった。彼は安堵した。品が昇ったのが分かった。やがて足音も完全に聞こえなくなって、彼は恐る恐る保温カバーから頭を出し、 あたりを見渡して、愕然とした。周りには、何十もの足跡が残っていた。しかも、裸足の足跡。彼は疲労困憊で、その足跡を眺めていた。あまりの恐怖で、何にも考えられなかったが、荷造りを始めて下山をした。三十分も歩くと、 その足跡は途中で消えたが、少し歩くと登山道の標識がすぐに見えて、無事下山できた。心身ともに衰弱しきった彼は、これを最後に登山をやめた。上席の公園。高校の頃の話。うちのクラスには、 A 君というやつがいて、彼はいいやつで真面目だったけど、いわゆるいじられ役だった。本人もそれをおいしいと思っていたみたいで、楽しく過ごしていた。学園祭が終わった後、クラスで打ち上げをやろうということになって、みんなで打ち上げをした。みんなで夕飯を食べて、 その後近くの定石の公園で花火をすることとなった。花火も終わった頃、参加者のうちの一人が肝試しをやろうと言い出した。その公園には大きめの座った仏像みたいなものがあった。その仏像の後ろに回り込むと、お尻のところに下り階段があって、 奥には扉がついている。噂では、その扉の中で、戦争で亡くなった人が葬られているとか、ミイラが飾ってあるとか、いろんな話があった。その時は、そこに行こうという話だった。暗いからか、仏像自体から、気味の悪い雰囲気が漂っていて、さらに、 扉の側に回り込むと、より一層暗くなったように感じた。だが、テンションが高まった高校生は、ノリで突入することを決めたのだ。その時、ふと A 君が、無理、やめとこ、俺嫌だよ、と言い出した。当時、A 君を率先していじっていた僕は、 それを前振りだと受け取って、え何そんな戦闘行きたいのみたいに林やしてた。他のクラスメートもそれに便乗して、半ば無理やり A 君を戦闘に押し合った。僕は扉だけ開けると A 君の後ろに引っ込んだ。南京城がついていたが、鍵自体はかかってなくて、 普通に扉を開けることができた。そうして A 君の背中を押して中に入っていった。中はほこりっぽくてジメジメしていた。正直僕も少し怖かったのでずっと A 君の背中を押すみたいに手を当てていた。階段は意外と長くて巨大地下室か と、ワクワクしていた部分もあった。その瞬間、A 君の背中が僕の手を離れた。歩みを早めたようだった。僕が、おい、急ぐと危ないぞ。と、言い終わるか終われないかのうちに、明らかに前方からうわ。 みたいな、太い叫び声が聞こえた。どう考えても A 君の声ではなくて、それよりも何よりも怖くて、クラスのみんなは急いで来た道を引き返した。入り組んでいたわけではないので、案外すぐ出られた。そこから出た後は、なぜかみんな別方向へ逃げていった。 僕は怖かったので、近くにいた友達と、さっき花火をしていたところまで戻った。すると何人かもそこにいて、なんだあれ、マジでビビった。みたいな話をしていた。しばらくはそこにいたが、逃げたままその足で帰ったのか、戻ってこない人もいた。A 君も、 帰ってこない奴の一人だった。その日はそのまま解散してみんな家路に着いた。寝る前にもう一度友達とさっきの仏像の扉を見に行った。すると扉は閉まっていた。今考えるとありえないけど当時は誰かが閉めたんだと思っていた。 家に帰って、お風呂に入って、風呂上がり携帯を見ると、見たことない番号から電話がかかってきていた。それも同じ番号から2件。登録してない奴からかまあ用があるならまたかけてくるか。と思ってその日は寝た。翌日学校に行くと、 昨日の見慣れた顔が揃っていた。逃げ帰った奴も学校に来ていて、昨日の話で持ちきりだった。だけどただ一人、A 君は学校に来なかった。昨日のことを怒ってんのかな怖くて外出られないんじゃないかなどと適当なことを言っていたが、 A 君は三日間学校に来なかった。その間にも僕の携帯には知らない番号からの着信が続いた。しかし着信は決まって携帯が手元にない時だった。その話を学校で友達にすると、それ A の番号じゃない ?A 君には教えてないんだけどな。 っていうか、電話かけてくるくらいなら学校来ればいいのに、とかその時は思っていた。三日後、A 君がやっと学校に顔を見せた。みんな口々に A 君をいじったり心配したりした。A 君もいつものように突っ込んだり返事をしたりした。だけど、 一つだけ違うことにみんなは気づいていた。A 君に表情がない。笑わないし怒らない。常に無表情。それからというもの、A 君は無表情で、授業中は教科書も出さずずっと教卓を見つめているし、話していても A 君だけ噛み合わない。 そういえばあの時さ、みたいな話をしても覚えてないか明らかに違うことを言い始める。そんな調子で卒業まで過ごした。結局 A 君は卒業まで変わらなかった。不思議なことに卒業後の彼の進路を知る人はいない。卒業してしばらく経ってからも、 A 君からの着信は続いていた。正直気味が悪くて着信拒否にしていた。それでも履歴は残る。ある日、携帯を機種変更して設定を忘れていてまた着信が来た。いつもと違ったのは留守電が入っていたこと。少し興味があったので、 留守電を聞いてみた。すると。という呼吸をする音のようなものがずっと鳴っているだけで何もしゃべらない。本気で気味が悪くなって切ろうとして。 耳から電話を話した瞬間、何かが聞き取れた気がした。気になってもう一度再生すると、今度は聞き取れた。聞いて後悔した。お前のせいだ。ボイスチェンジャーでも当てたような声だった。僕はその時、やっと気づいた。 A 君は怒っているのだ。あの時戦闘を行かせた僕に。いや、もしかしたら A 君ではなく、あの扉の奥にいた何かが怒っているのかもしれない。あれから5年経った今でも着信は続いている。掛け軸の女。 高校卒業少し前の話です。地元でもちょっと有名な廃屋へ肝試しに行こうということになって、僕を含め男三人で深夜友達の運転する車で向かったんです。その廃屋は母屋とは別に蔵みたいなものがあって、僕らは母屋の方を探索して、 雰囲気を味わっていた。廃屋だし雰囲気あったし怖かったけど別に特に何も起きたりすることもなくそろそろ帰るかということになったんです。すると友達があの蔵って中入れるのかなと言ったので蔵の方へ行きました。だけど 情があって入れないようになっていました。ところが友達が情をいじると、きちっと情がかかってなかったのか、とにかく情が外れて入れるようになったんです。せっかく空いたんだし入ってみようということになって、蔵へ入りました。蔵の中は荒れ放題だったおもやとは違って、 まるでまだ使われているかのごとく、綺麗な感じだったんです。僕はこの頃からなんとなく嫌な感じがしていたんですが、他のみんながどんどん探索していくので、ついていくような感じでした。一階を見て終わり、二階へ上がると、奥に掛け軸みたいなものが吊るされていました。 その掛け軸を懐中電灯で照らすと、着物を着た女性を描いた絵でした。しかし、どこかおかしいのです。女性の絵の周りに血のようなものが結婚のように点々としていたし、よく見ると、確かに着物を着ている女性なんですが、武士のように刀が描かれていたんです。 三人一致で、なんだかやばそうだから帰ろう、ということになって、蔵から出ようと、一階へ降りました。そうして、蔵から出ようとしたら、開けっぱなしにしてたはずの扉が閉じていたんです。扉は重くて、また観音開きだったのですが、簡単に閉まるようなものではありませんでした。 この時点でもうパニックになっていました。さらに怖いことに扉が押しても引いても開かなかったのです。なんでなんでと思いつつ何とか開けようとしていると友達の一人が悲鳴をあげました。振り返るとそこには先ほど2階で見た掛け軸に描かれていた 女性そのものが暗がりで立っていたのです。幽霊の類とは縁がなかった僕でも、その女性がこの世のものではないということは一目でわかりました。というのも、後ろが透けて見えたし、ライトの明かりもまた同じ。なのに、目からは血のようなものを流していました。 もうとりあえず、とにかく早く外へ出たい。出ないとやばい。出たいのに扉が開かない。そんなことをしていると、その女性は音もなくスーっと悲鳴を上げた友達に近づいて、いきなり刀で友達の左腕を切りつけました。なんとか扉を開けようとしていた僕と、 もう一人の友達はパニックの頂点で、でも扉はどうしても開かない。するとその女性は睨むような目をこっちに向けて、もう一人の友達のまたしても左腕に切りかかりました。そして最後に僕が睨まれました。女性はまた音もなく僕に近づいてきて、 僕の左腕に切りかかってきました。僕の意識はそこでなくなりました。気がつくと友達の車の中でした。廃屋の近くにあった駐車場に車を止めて探索に行っていたんですが、他の二人もちゃんといました。 切りつけられた左腕を見ましたが、三人とも何もありませんでした。急いで他二人のお友達を起こし、そこから離れたコンビニへ立ち寄ったとき、やっと生きているという実感が湧いてきました。完全に明るくなってから、その廃屋へまた行ってみたんですが、蔵の扉は、 完全に閉まっていました。また、扉にかかっていた錠は古く錆びれていて、しっかり閉められていて、とても開けられるような感じではありませんでした。そうして、そんな怖い思いをしたことも忘れていたある日の晩、掛け軸の女性の夢を見たんです。 その翌日、僕は左腕を骨折してしまいました。僕が骨折した翌日、学校へ行くと、廃屋に一緒にいた他の二人も左腕を骨折していました。それぞれに聞いたところ、理由は二人とも違ったけれど、僕と同じく前日の夜、夢で、 掛け軸の女性が出てきたそうです。あの掛け軸の女性は一体何だったんでしょうかあれ以来左腕に何かがあるってわけではないのですが、僕が写真を撮ると変なものがよく映るようになったのが不気味でなりません。宿泊施設にて、 昔体験した話です。中学3年ぐらいまで僕はボランティア団体に入っていました。一種のボーイスカウトみたいなものです。その時の話。自然と触れ合おうみたいなコンセプトの子供向けの合宿で小学生のおもりをすることになったんですが、 その合宿先が山の中にある青少年向けの宿泊施設でした。一日目が終わった深夜、お守り役の僕たちと施設の関係者といろいろ集まって宴会のようなことをして、その合間合間に子供たちがちゃんと寝ているか巡回するわけなんですが、その建物は二階でしたが、 今回は人数が少なく、宿泊部屋は1階だけを使っていたので、僕は1階の巡回を済ませて、宴会会場である2階の多目的室に戻ろうと、階段がある位置まで戻ってきました。ふと気がつくと、階段を上っていく女性が見えました。髪の毛は腰ぐらいまで伸びていて、 黒いワンピースを着ていました。階段の近くにお手洗いがあるので、トイレから戻るところかな、と僕は思いつつ、その女性の後を追うように階段に足をかけたのですが、ふと階段の先を眺めると誰もいません。女性は走っている様子もなかったので、タイミング的には、 絶対確認できるはずなんです。不思議に思って真上を見上げると知っている団体のおじさんが階段の下を見ていることに気がついてその人に今髪の長い女の人階段登っていきましたよね。あの人は誰ですかと尋ねるとおじさんは いや、俺はさっきからここにいたけど、人が通ったのはあんたが初めてだ。と、返答してきた。え、いや、おかしいですよ。確かに上がってったはずなんだけどな。僕がそう言うと、おじさんは、何言ってんだ、子供が一丁前に大人を脅かそうってかと、笑っていました。 その時は、おかしいな、絶対あの人を脅かそうとしてるよ、という程度にしか思っていませんでしたが、後から考えると、髪の長い黒いワンピースの女の人なんて、その日一日を振り返っても一度も見てないことに気がついた。しかもトイレは二階にもある。それも、 他目的室からすぐのところに、場所が場所なだけに、前々から幽霊が出ると言われていましたが、まさか自分が体験することになるとは思いませんでした。人肉館。なあ、人肉館に行かないか夏休み。 私は休みを利用して、久しぶりに、実家のある長野県へと帰ってきた。普段は東京で働いているのだが、実家は山合いの町。気温は高いが、湿度は低くて蒸し暑くない。左右にはアルプスが走り、絶景を作り出している。都会に比べ、 とても快適な気候と久しぶりの故郷に嬉しさを感じながら私は実家へ向かった。どうやら家には誰もいないようだ。自営業の父と母は今働きに出ている。兄弟もどこかへ出かけているようだ。私は今に腰を下ろし一息つこうと考えたが、 先日までの仕事の疲れと朝早く家を出たことが重なってか極度の疲れを覚えて家族の帰りまで少しの間眠ることにしたややあって電話の着信音で私は目を覚ました私の気境を知っている友人からの連絡で要件は 晩ごはんの誘いだった。久しぶりに実家に帰ってきたこともあり、家族と食事を取りたいと思っていたが、やはり友人と会えるのは嬉しい。私は二つ返事で誘いに乗った。電話を切り時計を見ると、時刻は18時を回っている。だいぶ寝てしまったようだ。夕日が、 部屋の中をオレンジ色に染めている。眩しくて目がうまく開かない。相変わらずまだ誰も帰ってきてないようだ。顔を洗って母に食事に出ることをメールで伝えた。身支度を整え私は車で友人の家に向かった。到着して呼び鈴を鳴らすと、 ドアから懐かしい顔が覗いた。久しぶりに会った友人と多愛のない会話をして、その後近所の食堂へ行くことになった。思い出話や最近の状況をお互い話しながら食事を済ませ、そろそろ店を出ようとしたとき、友人が顔をワクワクさせながら言った。 なあ、人肉館に行かないか人肉館とは、地元にある心霊スポットのうちの一つだ。それは、町外れにある温泉街から少し山を登ったところの廃墟で、噂では、昔焼肉屋だったが、経営難で資金繰りがうまくいかず、店主が人を手にかけ、 人肉を商品として出していたという場所だ。地元では割と知られている話だが、私の周りでそこを訪れている人はいなかった。はじめは乗り気ではなかったが、友人のしつこい誘いと、オカルトがまんざら嫌いでもないこともあって、行ってみることとなった。時刻は、 21時を回っていた。ネットで人肉館の場所を調べ、私の車で早速向かった。車を走らせること30分、人肉館がある山のふもとまでたどり着いた。山の入り口にはなぜか鳥居があって、その奥に道が伸びている。 車のヘッドライトをハイビームにしても鳥居から少し先は全く見ることができない漆黒の闇だった。地図では人肉館はここから少し進んだところにあると示されている。幸い車は通れそうで歩いて登る心配はないようだ。私は慎重に車を進めた。 先が全く見えない恐怖と、これから行く場所への恐怖がアクセルを緩める。道はとても狭く、再び下ってくるには奥にあるスペースで U ターンをするしかない。この視界だ。バックで下ることは朝を待たない限り到底無理だろう。曲がりくねった坂道を登っていくと、左側に 今まで生い茂っていた木がなくなり、建物が見えてきた。建物の横で私は車を止め、助手席の友人が懐中電灯で建物を照らす。かなり大きな建物だ。一面白い壁だが、苔が至るところについている。そして、以前は看板がついていたのだろうか。 金属のフックが錆だらけになっている。目の前にはロビーのような広いスペースが広がり、ガラスが所々散らばっている。以前は一面ガラス張りで中の様子が外からでもわかるような作りだったんだろう。そして奥には机や椅子がめちゃくちゃに壊されて散らかっているのが見える。 おそらく、ここが人肉感だと確信する。私は車のエンジンを切った。エンジンを切ると静寂がさらに強くなる。虫の声すら聞こえない静まり返った森の中。車のヘッドライトを消すのが怖かった。真っ暗な森の中にたった二人。 言いようのない恐怖に包まれる。私は意を消してヘッドライトを消した。ここから頼りになるのは二人が持っている懐中電灯だけだ。腕時計を照らして時間を確認すると22時を回っていた。人肉館に入る方法は入り口らしきドアもあるが、ガラスが割れているため、 正面ならどこからでも入れそうだ。しかし、建物の左右は木が生い茂るように生えていて、とても建物の横を通って奥へ行くことはできない。友人が先頭を切って中へ入っていく。床一面にゴミが散らかり、壁には以前訪れた人が書いたのであろう落書きが、 至るところに書かれている。それにしても怖い。懐中電灯しか頼れる明かりがなく、懐中電灯を次の場所へ移したとき、そこに何かいるんじゃないかと考えてしまう。入口から入り、少し奥に進むと厨房に入った。調理台はサビに覆われ、 天井は雲の巣に覆われている。包丁などの調理器具は何も置かれていない。ここも入り口と同様にカップ麺などのゴミが散乱している。奥にいる友人が私に懐中電灯を向けてこっちへ来いと合図をした。どうやらさらに奥に続く道を見つけたようだ。 ヒンジ一つでつながっていて、今にも取れそうなドアを開けた私たちは、奥に続く廊下へ出た。五メートルくらいだろうか。頑丈なドアが行く先を阻んでいるのが見える。しかもその扉は、南京城で固く閉ざされているようだ。腕時計を見ると、もうすぐ二十三十を回るところだった。 南京錠もついていて、時間も深夜。私はもうこの辺で引き上げたいと考えていた。しかし、友人はどこで拾ってきたのか。鉄でできた棒を南京錠に挟み込み、てこの原理で南京錠を壊そうとしている。やめろと言いかけた時だった。金属が壊れるパキン。 という音が辺りに響いた。私は無意識に周りを見渡す。今の音で誰かがやってくるのではないかと思ってしまう。友人は再び私に向かってこっちへ来いと合図をしている。私はため息をつきながら友人のもとへ向かった。頑丈な扉の先には さらに奥に進む廊下と上の階へ続く階段があった。今まで施錠されていたためか、これまで散乱していたゴミはなく、物も壊されていない。まさか焼肉屋の奥がこんなにひどいと思っていなかった我々は、若干戸惑いを覚えたが、友人はさらに進もうと促してくる。 だが、もう夜も遅い。私は友人に、ここからは二手に別れようと提案した。友人も今の時間を知ってか、私の提案にしぶしぶ賛同した。それぞれ一通り見て回った後、またこの場所に集合することとし、友人はこのまま奥の扉の先へ進んで、 私は二階を見ることとなった。暗闇の中から階段を見上げる。階段は五段ほど登ったところで右に折れている。その先はどうなっているんだろうか。誰かが立っているのではないだろうか。そういった思いが一歩を遅らせる。ガタン 思わず叫び声を上げそうになった。どうやら友人が先に進んだようだ。私も意を決し、階段に足を運んだ。幸いにも階段を曲がった先には誰もいなかった。階段を上ったところにはドアがあって、私はそのドアを開けた。懐中電灯で周りを照らしてみる。 事務机がいくつか並んでおり、黒板やホワイトボードが壁に取り付けられている。どうやら事務所のようだ。さらに奥の壁は一面ガラス張りになっている。私はガラスに近づいて下を覗いてみた。どうやらここから一階が見渡せるようだ。一階はとても広い部屋で、 天井はガラス張りになっている。そのおかげで月明かりが差し込んでいて、広い部屋を何とか見渡すことができる。それにしてもかなり広い、学校の体育館ぐらいありそうだ。目につくものといえば、巨大な機械が数台と、藁のような草がたくさん落ちている。また、 中央には円形のスペースがあって、それを中心に柵で作られた囲いが何個も設置されている。よく目を凝らしてみると、中央の円形のスペースに何か四角い巨大な箱のようなものが置かれている。ここからではそれ以上見ることができない。私はしばらく考え、 この部屋が何を目的として使われていたのか分かった。おそらく食肉の加工でもしていたんだろう。柵で作られた囲いに牛や豚を入れて育て、真ん中のスペースで解体していたに違いない。そして裁かれた肉の一部が料理として出されていた。噂があっていれば、 きっと人もここで解体されていたんだろう。そう考えると、不気味さが一層強くなった。そんなことを考えながら下を見ていると、明かりがちらちらと動いているのが見えた。友人の懐中電灯だ。友人は大型の機械の付近を歩いている。でもしばらくすると、 機械の影に入ってしまい見えなくなってしまった。その後私は今いる部屋を一通り見て回り、元来た階段を降りて友人の帰りを廊下で待った。どのぐらいの時間が経ったのだろうか。友人はまだ戻ってこない。いくら広い部屋でもそろそろ戻ってきてもいい時間である。 友人の身に何かよからぬことが起きたのだろうか。私は懐中電灯を再び構え、友人が入っていったドアを開けた。先ほど上から見ていたので、大体いいどのような構造になっているのかはわかるが、実際に床に足をつけてみると、とても広い。入ってきたドアから通路が奥まで続き、 その行き先に上から見た円形のスペースがあるはず。その途中、通路を挟むように大型の機械が置かれている。大きな声を出して友人を呼べばすぐ見つかるかもしれないが、周りは静まり返っていて、なぜか声を上げることができなかった。 仕方なく周りを注意しながら足を進める。もしかしたら友人がどこかの影から私を脅かすため飛び出してくるかもしれない。歩くたび足元にある藁が擦れて、ザッ、ザザザッと音が鳴る。入り口から伸びている通路を少し歩いた。もうすぐ、 二階から見えた円形のスペースが見えてくるはず。予想通り少し歩くと円形のスペースが見えてきた。そして二階からはよくわからなかった四角い物体も徐々にその姿を現した。歩くたび鮮明になっていく四角い物体。それの正体に気がつくまで、 さほど時間はかからなかった。四角い物体は巨大な冷蔵庫だった。家庭用のものではなく、業務用の大きな冷蔵庫がポツンと置いてある。なぜこんな場所にあまりにも不自然である。このような場所では不自然に感じるものほど恐怖を覚えるものはない。 私は冷蔵庫に近づいてみた。冷蔵庫はサビだらけでとても動きそうとは思えない。取っ手に手をかけて手前に引いてみる。だが鍵がかかっているのだろうか、扉は開かない。しばらく押したり引いたりを繰り返してみたが、扉が開くことはなかった。 私は再び友人を探そうと、先ほど2階で友人を見失った大型機械の方へ向かうため、冷蔵庫へ背を向けて数歩歩いた。その瞬間、突然の轟音に体が硬直する。どこから聞こえてきているのかはすぐに察しがついた。 真後ろにある冷蔵庫だ。もう壊れているだろうと思い込んでいた冷蔵庫が、凄まじいファンの音を響かせながら動き始めた。私は意を決し振り向いた。足はあまりの恐怖で震えが止まらない。もう何が何だかわからなくなってきた。なぜ急に冷蔵庫が動き始めるんだ 数十秒、轟音を発する冷蔵庫をただ呆然と眺めていると、やがて音はやんだ。そして、<ー>冷蔵庫のドアが開いた。重く鈍い音が部屋に響き渡る。ドアはゆっくりと開いていき、 その奥に隠されていたものをさらけ出していく。見慣れた目、見慣れた鼻、見慣れた口、見慣れた顔だ。友人の首がそこにあった。友人とは中学からの付き合いである。中学時代は、 ほとんど毎日、陶下校を共にして、たくさん遊んだ。高校、大学はそれぞれ別の学校へ進学し、その後友人は地元の企業へ就職。私は東京の企業に就職した。お互い違う場所に住んでいても、帰郷した時には必ず一緒に酒を飲みに行く。何でも話し合える。 大切な友人だ。そんな友人の首が開かれた扉の奥に置いてある。両目から血が流れ、黒目は左右別の方向を向いている。そして口からは蛇のように長い舌が飛び出ている。おそらく切り取られて口にくわえさせられているのだろう。私は失禁した。 そして、震えが絶頂に達した足は、私の体重を支える力を失い、私はその場にへたり込んだ。ただただ悲しみに暮れて、呆然とすることしかできなかった。そして、カシャン、カシャン。どこからともなく、金属の擦れる音が聞こえてきた。 どうやらその音は冷蔵庫の奥、月明かりが届かない闇の中から聞こえてくる。私は懐中電灯をその音へ向けた。光の中から徐々に何かが現れてくる。ゆっくり、ゆっくりと。それはとてつもなく長い包丁を両手に持ち、 血だらけのエプロンと手袋をつけた男と、真っ赤な血に染まった友人の服を着た女だった。女の手には人の腕が握られている。男が両手に持っているのは牛の首を斬首するための包丁なんだろうか。錆びきっていて血がこびりついている。男は笑顔で、 その両手に持った包丁をしきりにこすり合わせている。女が持っている腕には友人の腕時計が巻かれている。女はその腕時計を狂ったように外そうとしている。彼らは私に友人を失ったことに対して悲しんでいる時間を与えてはくれなかった。男が 両手の包丁を振り上げながら、こちらに向かって走ってくる。殺される。私は立ち上がって、全力疾走で今来た道を走った。一度も振り返ることをせず、ただただ出口へ向かって走った。後ろからは、カシャンカシャンと、物が壊される音と、叫び声が聞こえてくる。 走りながら私が聞いた言葉は、いただきますという言葉だった。男はその他にも意味不明なことを叫んでいる。出口から飛び出し車に飛び込んだ。震える手を押さえながらイグニッションを回す。すぐにエンジンがかかり、私は車を走らせた。山のふもとには、 どこかで展開しないと戻れない。私は山を登った。曲がりくねった山を登っていくと、やがて霧が辺りを覆ってきた。霧のせいで、ほとんど視界はゼロに近い。やむを得ず速度を落とし、展開できるスペースがないか、辺りをよく見回す。見回しながら車を進めていくと、 この道の終了を意味する鉄製の丈夫な門が現れた。門には鎖が何重にも巻かれていて、たとえ車で突っ込もうとも開くことはできないだろう。それを見て私は車を止めた。そして友人のことを考えて泣いた。泣きながら窓の外を見る。 私は携帯電話を取り出し、母に向けてメールを打った。ごめんね。お母さんごめん。やっぱり東京に戻るよ。ちょっとやぼようができちゃってさ。お母さんの作ったご飯、久しぶりに食べたかったけど残念だな。また来るからね。本当にごめん。 送信を終え、私は携帯電話を閉じる。そして、先ほどから私の横に立っていた男は、私が携帯電話を閉じるのを見て、車の窓ガラスを叩き割った。